よ。よし。だからお肉をたくさん食べるよ。だって、俺これね。これで、音が苦手な花粉もいっちゃんからなくなるし。頑張り屋さん。耳のとこね、よく流しといてあげんと洗うのはいいけど、そうだそうだそうだ、タオル置き場なんでタオル置き場やねん。だってさ、タオル湯につけたらあかんやん。お母さん変なこと言うとんな、まだ頭ぼーっとしてこうなんて。かわいい。お父さん久しい。出てるで、まあ、気持ちいいもんな、久しいわな。だって寝てるで、これは気持ちいい。これ、さつてもてんのと一緒やろ、たせん。まずね、マッサージ効果あるんですよ、これね。マッサージ効果があって、シャンプーがね、もう確実にね、これで落とせるんです。だってやっぱ温泉やな、温泉気分ね。天気分が味わえますよ、これ。十分ね。何？でもなんかリラックスしてる顔やと思うけど、なんかリラックスしてるよ。本当。なんかお前大変って感じ。嫌だったら暴れる。うん、じゃあ見られたら暴れるんで、見えるよ、やっぱり。なんかさ、温泉夜お腹痛い。多分ね、打たせんできるワンちゃんってほんと少ないと思いますよ。シャンプー行ってもな、お母さん。シャンプーやって、なんかこう乾かしてくれるけどさ、打たせんって俺聞いたことないよ。ジェット打たせ。
もな。ああ、いっちゃんそろそろ出ますか。背中も拭いたしな。股間も拭けたし。背中まで疲れたよ。うん。まあそこまで深さないんだ。ほんで、あの、もしそれ深さあったら、多分あの打たせるという発想はなかったかも。背中出てるからさ、あ、背中、石鹸落とさなあかんと思って、うん、上からする。それ上からやったんや。あ、ほら、これ打たせるようになるやん。で、打たせるんだったんや。絶対これ気持ちいいはずやろ、思って。もういい？まだ入ってる？入っときたい？どうでも入っときたいよ。いい湯加減やしね、これ。ちょうどいい湯加減だよ。熱くないしね。冷たくないし。冷たくないの。ね？ちょっと向き口したな、うん、一瞬な。一リラックス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 。一お座り、お座りね、お座り。リラックスリラックス。待って待って。